はい、こんにちは。ジンタマンチャンネルのジンタマンのパパです。久しぶり、今回はね、ハイエース。これをやってみたいと思います。もう真夏、灼熱なんでエアコンかけてるんでね、ちょっと聞こえづらいかもしれませんけど、よろしくお願いします。で、今回は、ここのところ、見えるかな？シガーの電源ソケットのこの灰皿のところね、ここのところをちょっとね、やり替えようかなと思います。下配線ぐっちゃぐちゃになってるんで、これをちょっとね、やり替えていきたいと思ってます。そして今回つけるのがこれ、はい、いや NZ586 増設電源ユニットハイエース用プレミアムということで、カーメイトさんから発売されてるやつで、シガソケットが2つになって USB ポートが2つになるというようなものをね、買ってみましたんで、つけてみたいと思います。これはもうただシガソケットに差し込んで灰皿のところに差すだけじゃないかな、多分そうだと思います。じゃあ開けてみます。はい、では箱を開けて、ここにここが灰皿のところに刺すのかな。で、シガープラグがあるので、これをシガソケットに刺すだけ、季節のシガソケットに刺すだけというようなものだと思います。で、あとは取説なんか多分いらないんだろうけど、これをじゃあやっていきたいと思います。これをこんな感じになってる。で、シガプラグで、シガソケットが2つ。抜けるらしい。パカッて蓋じゃなくて差し込みみたいになってる。シガソケットが2つと USB ポートが2つ。で、あとはここに粘着テープ、これを季節のところにつけるんだろうねと。ということで、早速やってみたいと思います。じゃあ早速今のね、取り外していきたいと思います。ここ今灰皿にカロッツェリアの Wi-Fi 乗っけてるんで、これを一旦取り外し、そして電源、シガーの電源、これも取り外しで、灰皿を引き抜く、そして新しくカーメイトさん、こいつね、電源ユニット、こいつをつけていきます。まずはこの両面テープのところをきれいに拭き取ってあげて、あとはこの両面テープのシールを剥いで、ここに刺してあげて、シガソケットにぶさす。これだけじゃないかな。これで OK のはず。ちょっとシガ刺してみようか。シガを刺す。そうするとこいつの電源が入るね。Wi-Fi の電源が入ったんで、これで電源が来てるということになります。で、あとはもうここね、HDMI とか USB いろいろあるんだけど、これもね、順次整理していきたいと思います。で、ここのところが開くんだけど、引っ張ればいいのかな？引っ張れば開くんで、これでシガープラグ取り外してもらって、中にね、ヒューズが10アンペアかな。ここにガラスヒューズ入ってるんでね、これを変えてもらえれば、
ヒューズ取り替えはできますというようなものになってます。ちょっと閉めようかな。で、閉めてまた刺す。そして蓋が本気か、本気だね。上をはめてカチッと。ただこれだけというようなことでね、電源が4が2つと USB が2つという具合に増設されましたんで、これでね、この床にある配線、こちらの方もきれいにしていきたいと思います。あとそうだな、この辺になんかボックスとか欲しいな。まあこれもね、おいおいやっていきたいと思いますんで、またその時は動画を上げたいと思います。はい、ということで、ね、今回はハイエースに NZ586 増設電源ユニットプレミアムというものをつ、ね、けてみました。簡単ですんでね、増設できるんで皆さんもつけてみたらいかがでしょうか。Amazon で買ったんだけど4000円ぐらいじゃなかったかな、確か。書いてないけど多分4000円ぐらいだったと思いますんで、お手軽にね増設できるんで皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、それではね、今回もこの動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではまた次回はボックスがつけれたらいいな。じゃあまた次回まで、バイバイ。